綾小路が絡んでるってことは俺の考えすぎか。ねえ、問題出していい？今日は何の日でしょう？答えなさいよね。バレンタイン。はい、正解。もともとは陽介くんのために用意してたんだけど。平田のためにか。何よ、不服？いや、ずいぶんと前からバレンタインの準備をするもんだと思ってな。別れると決めてても必要になることだってあるかもしれないでしょ。そういうものなのか。Também foi mencionado que durante outra conversa entre Ayanokoji e Kei, ele demonstra um claro interesse em contatar uma pessoa específica, possivelmente alguém relacionado às acusações feitas contra Itinose. No entanto, suas ligações não são atendidas por ele, impedindo assim o contato. Durante o diálogo, ele estava sendo observado por Hashimoto sem ter noção disso, até que de repente... ところでさ... お二人さん、こんなところで密会か？隅に置けないな、綾小路。隠すなよ。今日はバレンタインだぜ。バレンタインだから会ってたわけじゃない。いやいや、チョコもらってるじゃないか。何か問題なのか。だっておかしいだろ。これはあの平田だぜ。その平田を振ってまで綾小路を選ぶなんて単純に興味ってやつさ。もともと平田君にあげるつもりだったけど、なんか捨てるのももったいないし、君を選んだだけ。悪いがそうは見えないけどな。もう正直に話した方がいいんじゃないか。俺たちが付き合ってると思われる方が困るだろう。絶対に広めないでよ。チョコは綾小路君に託した。私の本命に渡してもらうためにね。いい役だと分かった。いやだよな。ちょ、何よ。言ってたんだ。俺と付き合ってくれよ、軽井沢。あ、こんな状況で私がオッケーするとでも？ないから面白いんだぜ。じゃあ俺は先に行くぞ。あ、ちょ、私だって帰るし。釣れないね。マジ最低。悪かったな、綾小路。